高城浜線は大阪府高石市の羽衣駅から高城浜駅までを結ぶ南海電気鉄道の鉄道路線。羽衣駅高城浜駅間を往復する線内寄り開始の普通列車のみが運行されている。ワンマン運転を実施している。日中はおおむね1時間に3本運行されている。日露線総時に現在の高石市,市高城浜及び千代田の沿岸部に ロシア兵不慮収容所が建設された。講和後しばらくは陸軍が宿舎として使用していたが、大正中期に宿舎跡地を利用した住宅地開発に伴って付設された。羽衣駅キャラ橋駅間の約 1.0km において連続立体交差事業を進めている。事業主体は大阪府。羽衣駅高石駅間の上下線高架化工事。 完了後に着手する。この連続立体交差事業のため、高篠浜線全線は2021年5月22日から2024年春まで休止され、約3年間の休止期間中はバス代行輸送が実施されている。羽衣駅には代行バス乗り換え専用改札口と代行バス専用乗降場が設置されている。キャラシ駅の代行停留場として、 不動境阪南線上の高篠浜線の北側にキャラ橋停留場、高篠浜線の南側にキャラ橋停留場が設置されている。高篠浜駅の大港バス停留場は大阪府立臨海スポーツセンター敷地内に設置されている。運賃は南海と路線との乗り継ぎ動機も含め、鉄道運休前と同じく全線とも南海の鉄道運賃を適用する。 羽衣駅、おじやんかい本線高川木のバス専用道路から、新村北線から、羽衣南交差点から、大阪府道204号境阪南線、キャラ協定留所、大阪府道204号境阪南線、キャラ協定留所、大阪府道204号境阪南線から、高石交差点から、高石林高線高し浜停留所羽衣駅、高し浜停留所間を往復する、 船内折り返しが基本であるが、平日朝ラッシュ時の上り羽衣方面行きに、限りキャラ協定流女始発の区間便が追加される。運行本数は、鉄道運休前の本数に順次、日中は、おおむね1時間に3から4本の運行である。朝夕のラッシュ時には、鉄道運休前と比べて増便が行われ、特に平日の朝ラッシュ時には、 続行便の運行役官便も追加設定されるなど、輸送力確保のために、最大で1時間に13本もの本数が設定される時間帯も存在している。なお、鉄道による運行では、全線の所要時間は3分程度であったのに対し、代行バスでは全線で約15分となっており5倍の時間を要している。ありがとうございます。